左前方部分が大破した車事故の衝撃を物語っていますその車を運転していた男が事故を起こしたのがこちらの大牟田市の交差点です私の進行方向に向かって走っていた車は前方から右折してこようとしたバイクと衝突しましたあろうことか運転手は酒を飲んでいたということです昨日午後9時15分ごろ 大田市城町の交差点でミニバイクと軽乗用車が衝突。ミニバイクに乗っていた高校生の山下一馬さん17歳が病院に搬送されましたがその後、死亡が確認されました。その,時のこう状況っていうのを覚えてる限りで教えてもらっていいですか車とバイクだったんですけど特にバイクの方は全気をとどめていない感じで救急車とか出動しまして、うん、あの も行われているような、まあ、そういうなそでした、ね、<laughs> 警察は軽乗用車を運転していた男の呼気から基準値のおよそ4倍のアルコールが検出されたため酒気帯び運転の疑いで大牟田市の無職井上裕二容疑者61歳を逮捕調べに対し井上容疑者は酒は抜けていると思ったと容疑を否認しています 飲酒運転による高校生の交通死亡事故はまたも起きてしまいましたどうすれば事故を防ぐことができるんでしょうか今からおよそ13年前鹿屋町で当時高校生だった男子生徒2人が飲酒運転の車にはねられ亡くなりましたこの事故で息子を亡くした母親の山本美和子さん 飲酒運転撲滅を訴えてきました山本さんは今回の事故を聞きテレキュの取材に対しアルコールを検知したらエンジンがかからない装置を全ての車に導入すべきだとコメントしていますその山本さんが話していた飲酒運転を未然に防ぐ装置静岡県に本社を置く東海電子が開発販売を手掛けていますこちらがですね、国中の アルコール濃度を測るセンサーになっております車に乗る前に専用のマウスピースに息を吹きかけるとその場で呼気に含まれるアルコール濃度を検知検知されるとエンジンがかからない仕組みです私も午後実際に体験させてもらいましたじゃ,、ねはい、じゃあビールをいただきます息を吹きかけています アル,ルあアルコールの数値が検出されました。0.5と書いてましたので。じゃ、あ、エンジンかけています。あ、エンジンかかりませんね。二千九年に発売された。この装置は設置仕込みでおよそ二十万円。事業者を中心に全国でおよそ三千二百台導入されています。近年相次ぐ事故を受け。九州では個人で設置した人が十人ほどいると言います。 お父様お母様が飲酒運転をするのを防ぎたいという子供さんからのそういった要望がありまして啓発というものをですねどんなに叫んでもですね飲酒運転をする方には届かないというふうに思っておりますこういったもう物理的にお酒を飲んだら乗らない乗れないっていう仕組み作りをですね作っていきたいというふうに思っております。